沖永良部のね、はい、沖永良部の人たちが集まるじゃないですか。はいはい。中秋会、あれ共同会、合流会というのかな、共同会というのかな、うん、そこへ集まりますよね、共同会が。そうすると、はい、言葉は沖永良部口になりますか。沖永良部弁な、な、徳之島では方言のことを島口と言うんですけど、あー島口、沖永良部では何て言うんですか、はいはいはい、島むに、あ、違う、島むにかな、島むにかな、島むに、あ、島むにって聞いたことがあります。合ってるかどうかわか、わかんないけど。そう、ゆりかちゃんはだもう中学までが沖永良部で、はい、ここから鹿児島に出てるんですよね。でもそのままもう、あ、そうです、ことですよね、はい、うん、はい、だからあんまり島口とかはあんまり話せないですね。もう、あ、話せないけど分かる方です。うん、母親が、うん、同じく母親も中高校生まで沖縄に行って、その後東京の方に音楽の勉強で行っていて、うんうん、はい、で、なんか方言は全部分かるけど、うん、話さない母で、そうそう、話せないから、わかるけど、こう日常的に方言がバーって出るタイプじゃない母親と、父親はもうこってこての、こってこてのもよくご存知だと思いますが、ね、あなたのお父さんはなんかもう、私はもう圧がすごかったのがもう元気ですか、お父さんは。暑しかないもん、ごめんなさい、ね、恥ずかしいもん。お父さん元気ですか、元気ですか、お父ちゃん。お父さん元気ですよ、多分これ見て笑ってると思います。いや、もうお父さんもうめちゃめちゃ、なんだろう、もう私もアーティスト活動させてもらって、うん、まあまあたくさんの方と会うことが多いんですけどもなんかもう父親の方が有名人なんで、僕ね、あのね、ミュージシャン大山百合香さんを思い出すと必ずこの辺にね、お父さんがね、もう浮かぶんですよ。あ、もう嫌だ。そう、嫌だ。あのライブハウスをされたじゃないですか、昔。はい、昔ライブハウスをしていたら、はい、そこにお父さんが、私お店に行った時に、はい、お父さんがいらっしゃって、はい、お客さんより誰よりもお父さんが一番盛り上がっていたというね、はい、恥ずかしい、いや恥ずかしい、まあまあまあ、自分もね、音楽が、まあ、父親ももともと好きではあるし、あのギターをずっと昔学生時代からなんか弾いてたのもあって、はい、まあ好きではあるんですけど、なんかいや、でも元気でいいですよ。でも、はい、とっても元気です。お花農家なんですよね。はい、お花農家です。お父さんはね、外国人をね、いっぱい島に呼んで、はい、あのお仕事を、あ、ね、はい、お仕事をお手伝いしてもらいながら、外国人も私、はい、ね、あの聞かれながら英語で話したり、中国とかベトナムとかあの辺の方もいらっしゃるんですよね。はい、はい、はい、そうです。そんな話をいっぱいした記憶があります。ほぼね、二晩ぐらい語られた記憶があります。もう一方的にね、話すから、もうすいません、もう。何よりも一番怖かったのはね、一番最初に徳之島に来た時にお父さんついてきたんですよ。はい、はい、あ、そうそう、一緒に行きました。そうですよ。あ、そうそう、久しぶりに親子で、その、うん、まあ、旅行じゃないけど、うん、島以外のところに行った記憶がありまして、写真とか撮ったりとかなんか、そんなのあんまなかったんで、恥ずかしくてなかったけど、そう、父ちゃんと二人で徳之島旅行行きましたよ。父ちゃん、音楽活動は、今一人で歌うことが多いですか、それともユニットがいますよね。そうですね、もう昔から絶対アコースティックの生編成で、はい、ギターかピアノかと、あとパーカッションと、はい、ライブをすることが多いんですけど、はい、その広島に住んでた頃に、はい、結成したグループがあって、はい、大山ゆりか with リリっていう女性3人ユニットがあるんですけど、はい、本当に同い年で、うん、
みんなもう音楽だけで生活している、うんうんうん、子たちなんですけど、すごく波長があっていい音楽が毎回生まれるので、うん、なんかもう一緒にやらないって言って初めて私のグループを組みました。生まれて初めて一人でずっと、うん、ソロでアーティストとしてやってきたんですけど、うんうん、で名前として、うん、グループとして大山ゆりか水リリっていうの初めてで、うん、すごいもう3人でいろんな各地関東も関西も四国中国地方も、うん、まだ沖縄のとか島の方には連れてってあげてないんですけど、はいはい、割とツアーみたいな感じで回ったりしてて組んでます。いつか徳之島でももちろん選ぶでもそうですよね。まだ徳之島選ぶにも3人では行ってないんですか？そうなんです。もうコロナ禍で行こうって思ってた時にもう行けなくなっちゃったんで、うん、来年はそうそう絶対行こうって言ってちょっと計画はしてるんですけど、うん、3人で喜界島、奄美大島、徳之島、奥の選ぶようなこうツアーを組んだらいいんじゃないですか？で、そのまま沖縄まで。そうなんですよ。うん、そう、奄美群島ツアーをしようって言って、はい、言ってます。奄美群島といえば実は徳之島と奄美大島、まあ、沖縄の、うん、北のやんばると西表が世界自然遺産になりました、うん、あ、ね、おめでとうございますそうそう、私その時は、ね、こっちにいたので情報を見て、はい、沖縄ラブの歌者の前田ひろみちゃん、あ、ひろみさん、はい、ね、そうそう、すごく喜んでいて、うんうん、なんか誇りに思いますって言ってたので私も同じ思いで、はい、ありがとうございます。でも奄美群島の中でさっき言ったその沖永良部と喜界島、与論には山がないという話をしたんですが、うん、まあ山がないために、うんうんうん、その希少動植物というのは多分まあ他の島、うんうん、奄美大島、徳之島よりは少ないので今回そのエリアには入ってないんですけども、うん、でも、うん、そうですね、私たちのその奄美の群島の島々の人たちの暮らしもそのまま自然遺産になっているので、うん、沖永良部、与論、喜界島も世界自然遺産になったのも一緒です、同じですよ。ああ、そうですね、うん、はい、うんうん。